デイビー・クラーセンは、オランダ出身のサッカー選手。エール・ディビジア・アヤックスはムステルダム所属。ポジションは MF。ダフィー・クラーセンと表記されることもある。1999年に地元、ヒルフェルスムーにある、アマチュアクラブの HVV ゼブラスでキャリアをスタートさせ、2003年に、HSV はスミールに所属。その翌年にスカウトに見出され、アヤックスのユースアカデミーに移籍。 アイアックスの核ユースで頭角を表していき、2010年1月にトップチーム昇格したクリスティアン・エリクセンの後継ぎとして B1 から A1 へ昇格。2011年11月22日の UEFA チャンピオンズリーグオリンピックリオン戦にてロレンゾ・エベシリオに代わって交代出場しトップチームデビューを果たした。 その5日後の NEC 戦でも交代出場し、エールディビジデビュー、出場後わずか42秒でゴールを決めた。2012から13シーズンは10月に追った、ソケ部の怪我に悩まされ、公式戦出場は2試合に終わった。2013から14シーズンのスタートは、オランダ2部エールステディビジに参戦した、ヨングアヤックスに帯同し、開幕戦の8月5日のテルスター戦に出場する。 9月20日の FC アイントホーフェン戦でエールステディビジ初得点を記録。その後トップチームに昇格しレギュラーに定着。2013年12月7日のエールディビジナックブレダ戦で自身初となるハットトリックを記録。さらに年が明けた2014年2月27日にはレッドブルザルツブルク戦でも得点を決め UEFA ヨーロッパリーグ初得点を記録。 4月3日に自身の契約を2018年まで延長することで、クラブと合意に至った。このシーズンの活躍が認められ、アヤックス最優秀若手選手賞及び、オランダ最優秀若手選手賞を受賞した。2017年6月15日、エバートン FC と2022年6月までの5年契約を交わし、遺跡金は2700万ポンドである。 2018年7月27日、ベルダーブレーメンへ移籍。2020年10月5日、4年契約でアヤックスアムステルダムに復帰した。移籍金は約1100万ユーロ。2020から21シーズンのリーグ戦では12ゴールを決め、リーグ優勝に貢献した。オランダ U16 代表、U17、U19 と、 各ユース代表で招集されており、2013年10月に U-21 代表に初招集。さらにクラブでの活躍が認められ、2014年3月5日の親善試合のフランス戦に初招集。72分にベスレースナイデルに代わって途中出場し、代表初キャップを刻んだ。1年ぶりの代表復帰となった2015年3月31日の、 スペインとの親善試合で代表初得点を挙げた。2017年6月5日現在、ありがとうございます。